はい、ボンジョールのエボナセーラー。今日も北イタリアアルプスからひろこです。本日はちょっと軽めにニュースには決して載らない現地でここ最近直接私が見聞きして気になった内容というのをシェアしたいと思います。主に2つとおまけ。1、身近で陽性になった人のケース2例。2、現地の病院でもコロナへの警戒を緩め始めた。 というニュース最後、おまけとして、ちょっと笑える、新型変異株登場というニュースです。その1、身近で陽性になった人のケース。まずですね、イタリアで陽性者爆増っていうことは、前回の動画,動画でもお話ししたんですけれども、何も人がバタバタ倒れて大変とか、国民がみんなパニック。 とということは全くなくなですね医療崩壊もしていないのはもちろん無症状の方が多数な,んですよなのになぜこんなに陽性者が多いかというとグリーンパスワクチンパスを導入したことで検査数つまり分母が圧倒的に多いんですねまあその細かいところはまた別な機会に。 お話ししよううとと思うので今回はちょっと省きますけれども仕事や国をまたぐ移動で検査が必要だからしょうがなくやったら陽性で本人もびっくりというケースが大変多いですまさにそういうケースで私の周りでも最近2人も陽性が出たのでそれをちょっと紹介したいと思いますお1人目は国をまたぐ移動もう1人は 仕事上の理由から必要があって検査をしましたワクチン有無で言うと1人目は2回接種済み2人目の方はゼロ全く未接種ですどちらの方も全く無症状で1人目の方は陽性が出てからもうかれこれ20日ほど経ちますけれどもその後症状が出るということもなくそのまま終了もう1人の方は 今日分かってで今日から家族ともども全員自宅隔離とで、家族全員打ってないんですけれども、全員ピンピンしてるっていうことですね。で、最近、日本でもイタリアでも、まあ、このコロナウイルスっていうのは変異の結果、もはや風ぜ、まあ、ひどくてもインフルエンザレベルにまで弱毒化したんじゃないかと、一部で言われ始めていますね。 私もそう思うっていうことはすでに以前の動画でお話ししたとおりですがでここから2つ目の内容ですね実際にイタリアの病院でもコロナに対する警戒を弱め始めているということを聞きましたというのは友人でナースをしているイタリア人の方がいるんですけれどもこの方から直接聞いた現場の話として その方産婦人科勤務なんですが前まで陽性になった妊婦さん、まあ、これから出産するために入院する妊婦さんですねまあ漏れなく検査を受けるんですけれども陽性になった妊婦さんは漏れなく、まあ、今こう地域でコロナ専門病院となっている別の大病院に 搬送されれていたんですけれども最近、ルールが変わって仮に陽性でも症状がなければ無症状であればそのまま今の病院で出産ができるとで、まあ、一応防護服はつけるけれども単に個室対応ということで OK というふうになったということですでしかもそれがワクチンしてるしてないにかかわらず と,いうところがポイントだなぁと思いましたワクチンを2回してようが1回もしていなかろうが陽性であっても症状のない妊婦さんであれば等しく同じ対応が受けられるということですこの動きっていうのはまさにまあずっとね政府やマスコミが強調してし続けているほど ワクチンっていうのが唯一のソリューションではないということそしてオミクロンを含めこのコロナというものがですねもはや当初ほど危険じゃないっていうことを表しているのではないでしょうか特に医療の専門家が集まり真剣に日々命を守る活動をしている病院においてこうやって規制が緩んできてるというのは大きいことなんじゃないかなと思います。 が、えー、あなたはどう思われるでしょうかで最後におまけとして今日たまたま目にしたニュースです。キプロスで新しい変異株が発見とのニュースなんですがなんとその変異株の名前がデルタクローンまあネーミングもネタ切れなんですかね。まあ、こののニュースの内容は イタリア語だけどリンク貼っておきますのでご興味ある方は Google 翻訳などで読んでみてください。ということで今日はちょっと急げ足ですが、まあ、ちょっと気になる身近なニュース速報ということでお伝えしました。アラプロッシマ